今日もアーバーイーツでピザを届けてお金持ちになるぞ。ピザの注文が入った家はどこだっけな、ここだっけ、ここでさっきピザの注文が入ったんだよな。一回降りてった。よいしょっと、ピンポーン。はーい、アーバーイーツでーす。あ、ピザですか。はい、お届け物です、こちらですね。ほら、ちょっとどいてくださいね。あ、痛い痛い、はい、あー、ちゃんとチーズピザですね、ありがとうございます。はい、じゃあ料金の方8400万円となります。8400円じゃないんですか。8400万円にね、値上げしたんですよね。ふざけるな、ふざけるな。でも払っていただかないとこちゃんピザお渡しすることはできないので。じゃあカードで。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあね、ぼったくりピザ。なんか言いました？あ、ごめんなさい、何も言ってないです。よしよし、8000万円儲かったぞ。の配達でこんなにお金が儲かるなんて、本当に人生ちょろいわちょろいわ、本当に。さあ次はどんな家だろうな。あ、なんか電話鳴ってんな、なんだよめんどくせえな。はい、もしもし。あなたのピザ屋のピザに、なんかネジが入ってて異物が混入してたんですよ。嘘だろお前、そんなね、嘘の電話やめてください。いや、嘘じゃないんですよ。ちょっと嘘だろうが。いや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 、証拠もあるんですよ、ちゃんと。あんたね、今から行きましょうか。行きましょうってか、俺のいる場所わかんないでしょ君。わかりますよ、あなたの位置。じゃあ今から向かいますね。あんたがわかるわけないだろ。なんで、あなたね、このピザなんだけどね。どっから来たお前。いやいや、あなたのね、まあ、脳みその中からちょっと大体わかったんだけどね。おー、ちょっと待って待って、お前怖い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 から逃げるわ、怖いから逃げるわ。ちょっと待って、あいつめちゃくちゃ怖いこと言ってんだけど、怖っ。ちょっと待って、ここぐらい前逃げてきたら大丈夫でしょ。あぶねー、あいつなら脳みそまで入ってきやがった俺の。あのね、異物が入っててね、これ見てほら、証拠。え、あ、え、本当にネジ入ってるじゃん。ほら言ったでしょ。でもこれ君が入れたとかじゃなくて、君の頭ネジが外れちゃったとかじゃなくて。すいませんでした。ああ、いいんだよそれで。もうそんな変なね対応するだったらニュースとかにさらすからね。ああ、いや本当に電話しようかな今から。ああ、本当にニュースにさらすのやめてください。すいません、すいません、ちょっと待って、待ってください。本当に謝ってます。本当に申し訳ございませんでした。ああ、まあ反省してるならね、全然いいんだよ。本当に反省してます。じゃあね、今回はね、見逃すからね。次こんなことがあったら晒すからね。はい、もう以後こんなことがないように気をつけます。うんうんうん、じゃあね、ありがとね。ああ、マジか、異物購入してたかピザに。しかもそんなことクレーム言うな、あのジジイが。本当によ、めんどくせえだあのクレームは。ほんとめんどくさい。ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、逃げ、やばいやばいやばい、あ、やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ、おぶれ、あ、やばいやばいやばい、逃げろ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 、おぶれ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 、ふぅ。いやー、まあまあ天狗にならないように気をつけないとな。あ、また電話鳴ってんだけど、なに今度は。まさかさっきの村人さんからまた電話かかってきたんじゃないか。もしもし。あら、赤坂くん。あ、この声はピンクのサングラスをしているおばばあちゃん。どれがばばよあんた。てか赤坂くん、ピザ屋を建てたっていうか、なんか配達を始めたんだってね。そう、最近ピザ屋の配達を始めたんだよ。なんか注文。いやー、私にもね、ピザをよこしなさいよ、ピザを。あー、どんなピザが欲しいの。ただね、チーズピザに、ウルトラピザに、なんだろう、赤坂ピザとかね。おお。あー、いや、ちゃんと料金はいただきますからね。あとラーメンも食べたいわ、赤坂くん。ラーメンも食べたい。ラーメンとかないのかしら。すいません、ピザの配達しかしてないのよ、ラーメンはございません。あー、本当にそうなのかしら。じゃあ赤坂くんをもらっちゃおうかしらね。あの、真面目にしてください、マジで。あー、すいませんすいません。ピザね、ピザしかないの。いや、まあピザ屋なんで、うちピザの配達なんで。ピザって10回言ってみてちょうだい。ピザ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 ピじゃあねー。なんか切られたんだけど。なんなん？なんなんあいつ。
またかかってきた。もしもし。どうもこんにちは。仕事を妨害しに来ました。おかんでーす。どうもどうも。楽しいね、電話。ちょっと喋ろうよ。お前いたずら電話してたか、さっきから。喋ろうよ、ちょっと私と。いや、俺今仕事してるから無理だよ。いやいやいや、知らん知らん。ちょっと私とおしゃべりしようよ。あー、うざい、うざーい。あ、いいこと考えちゃった。どうせなら今ドッキリ仕掛けれるチャンスじゃないか、あいつに。じゃああいつに激辛ソースをかけまくった激辛ピザを提供してやろうかな。おかん。はい。おかんのために特別にね、ただでピザあげるよ。え、本当にちょうだいちょうだい、ありがとう。じゃあ今から家行くからね。ああ、待ってるわね。じゃあ早速ね、激辛ピザ届けにおかんの家に行こうとするかな。いたずら電話良くないと思ったらチャンネル登録と高評価お願いしまーす。さあ、ということでですね、おかんのために特別なピザを用意いたしました。普通のピザはね、こういう感じでちゃんと美味しそうなピザを作ってるんだけど、てか配達してるんだけど、今回おかんにあげるピザはこちら。もう見るからに真っ赤っかですね。はい、見るからに真っ赤っかの激辛ピザを作りましたんで、これおかんに配達していこうと思います。喜ぶだろうな、あいつ。ただでピザ食べれるんだから。ってことで、おかんの家ここだと思うから、あー、いた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 、ここに止めてっと。ピンポーン、っていうか勝手に入るわ。あー、ピザを持ってきてくれたのね。はい、ピザをあげますよ、どうぞ。ありがとうありがとう。なんか赤いわね、このピザ。あー、これはそういう、あー、いや、なんかプンチャラプンチャラペッチャラペッチャラ。あー、大丈夫なの、とりあえず。これマルゲリータ。あ、マルゲリータ、こんな赤いんや、マルゲリータ。へえ。そう、うちのピザ特殊やねん。あー、そうなんだ。ちょっと食べてみるわね。もう食べて食べて、めっちゃ美味しいから。いただきます。おいしそう、おいしそう。いた、辛い辛い辛い、辛すぎる。いやー、あーあー、辛い辛いよ、辛いよ、辛い辛い辛い、痛い痛い、辛い辛い辛い。わかんだね、君は。それは激辛ピザに決まってんだろうが。おかーん。ま、いたずら電話する方が悪いよね。ほらー、いや、いたずら電話する方が悪いでしょ。あんたピザ屋なんだから、そんなことしちゃダメでしょ、あんた。まあまあまあ、おかんだから。いや、まあ私だから100歩譲ってね、いいとしてね。あ、ほら、いいでしょ、ほらほらほら。いや、よくないよくない、ダメ、私だからダメ。おー、大丈夫か。まあね、いたずら電話なんてこれから二度としないように、こうなるぞ。わかったから、もうやめてよね、ほんとに。うん、あれ、なんか電話鳴ってんな。お、客か。もしもし、オーバーイーツです。あー、バカイーツ。バカじゃねえよ。あー、バカおめえだろうが、おめえおとんだろうが。あ、これ赤坂なのか。あー、知らないで電話かけてきたの。あー、何にも知らなかった。なんか最近できたからって適当にかけてみたら、これ赤坂だったんだな。早速なんだけど、俺ピザ食いたくて今。もう死ぬほどピザ食いたいんだ今。あ、持ってきてくれ、頼むから。おとん、ちょっと待っといてね。あー、いいぞ。おかん、ん？おとんから電話かかってきたんだけどさ。おとん！ちょっといいこと考えたんだけどさ。え、何よ何よ。おとんにも激辛ドッキリ仕掛けない。おお、私と同じ被害者が出るってことで、いいじゃないの、楽しそうだわ、やりましょうやりましょう。あははは、めちゃくちゃ面白そうじゃない。絶対面白いわ、あいつを懲らしめてやりましょう。日頃の行いが悪いからね、あいつは。よしよしよし。はい、すいません。おう、じゃあ何のピザが欲しいですか。何のピザ、うん、そうだな、マルゲリータピザ10枚でいいか、とりあえず。あ、10枚食べる、デブですね。誰がデブじゃん。そんなんだから、プクプクしたおじいちゃんになってくるんですよ。おー、おじいちゃんじゃねえぞ、まだピッチピチのばっかり青年だからな、俺はな。何歳ぐらいですか。え、もう10歳だ。おかん、おとん年齢10歳とか言ってんだけど、本当は何歳なの。彼は300歳なのよ。おー、クソじじいじゃねえか。じゃあ、まあ今からピザ届けに行きますんで。いやー、待ってるぞ、楽しみだな。よし、じゃあおかん。はいはい。このピザをめちゃくちゃに辛くしてやれ。よーし、赤坂、とりあえず激辛ソースを入れてちょうだい。はい、激辛ソース注入するとして、よいしょよいしょよいしょ。じゃあ、おかんも持ってる激辛ソースとか。赤坂くん、激辛ソースは持ってないから、私の場合は変なものを入れていきたいと思うわ。お前、ま、マジかよ、激辛以外にも入れちゃうの。ほらほらほら、大丈夫大丈夫大丈夫。ほらほらほら、よーし。怖い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 。こんなもんでいいんじゃないかしら。お前、何入れたんだよ。ほら、見てみなさいよ。
なんだこれ！ネジとか草とかゴミとかいろいろ入れてみたわ。もうやばいだろこれさすがに。変なロボットとかいるし、ネジとかあるし、花あるし、草あるし。赤坂君おとんだから大丈夫なのよ。何を提供しても、あいつは強いんだから体が。大丈夫、いくらなんでもおとんだからといって。大丈夫大丈夫、あいつは人間だけど、まあ大丈夫なのよ。あー、まあ引き合うとんだし、おとん強いから大丈夫よ。じゃあ赤坂一緒にほらバイクに乗ってごらん。あ、これ二人乗りなのね。行きましょう。よっしゃ行くぞ、おとんの場所へ。レッツゴー。ごめん。あんたこんなんでピザ運んでんの、いつも。当たり前でしょ。おい、下手くそ、ちゃんと運びなさいよ。おい、こんなんじゃピザが崩れちゃうわよ。あー、ちょっと、下手くそ、免許取り直せ。もうすぐ着くぞ、おとんの家に。ここだった気がする。おう、ここか、ここだな。いた。あ、いるターゲットだわ、今回のしめしめ。いや、あいつがいい家住んでんな。いい家だ、なんかムカつくわね。なんかいい家だな、あいつだいぶ。ね、こういう時は壊しましょう、やっぱり。こんにちは。こんにちは。何壊しとんじゃーって。いやー、だからバイクで入ってくんな。お届け物ね。お届け物よ。あー、やっと聞いたかって、なんで岡いるんだ。いやいやいや、いいから。岡もドライブかつらバイク乗りたいって言うからついてきちゃった。あ、そうなのよ。仕事中でもいいんだな、別にな。じゃあ、お届け物のピザを持ってきましたんで。あ、持ってきてくれたか。よし。早くよこしてくれ。はい、これです。あー、これだな。あー、なんてな。うん。なんか、入ってねえか。何がですか？なんだろうな。まあ、なんか新しいトッピングかな、なんかのな。あー、今回ですね、音のためにいっぱい具材を入れてですね。おうまあ、パッと見なんかちょっと人間が食べていいものではないように見えるんですけど。うん、そうだな。まあ、ちょっと食べていいと思われるので。あ、そうなんだな。じゃあ遠慮なく食べさせていただくな。うん、いや、ほんとにお腹空いてたからな。あー、うまい。あー、うまいな、これうまい。なんか、うん、あれ面白いわ。お、なんか、すごい喜んでる。やばい、なんか体が勝手にいける。うーこらやばい。あと、なんか歯が欠けてきて、欠けたんだけど、全部。あれおぉ、ジャリジャリ言うし。おっと、ドッキリなのよ、これは。おっと、実はね、激辛ピザに、異物を大量に購入してました。なーにをやって、だーってか、それどころじゃ、なんか、やばい、ほんとに吐き気が。なんだあれ、天使か。あ、これ天使っぽいな。あ、あれ、ちょっとこの、あ、なんか、おかん。え？ノリノリのまんま気絶しちゃったんだけど。え？いや、気絶のフリでしょ、どうせ。おい！あれ？おい！おとんのお金全部盗むよ。おかん。あれ？あ、完全にこれやりすぎちゃったぞ。あ、やばい！倒れちゃったぞ、おとんが！あー、どうしましょう、救急車！救急車を呼ばないと！救急車！あ、どうしましょう、どうしましょう！もしもし、救急車、すぐ来てください。いや、おかん、あの事件から1日経ったけどさ、うんうん、もう今テレビニュース見ても俺たちの事件ばっかだよな。ほんとだわ、新聞や雑誌も。しかも、ピザ屋が潰れちまって、俺元の格好に戻っちゃったんだよ。だから、アーバーイーズ潰れたからこのバイクの意味もなくなっちまった。悲しいわ。俺はここどうすんだよ。いや、それにしてもおとんは大丈夫なのかしらね。そっか、おとん今入院してるのか。そうそう、私たちもピザのせいで。いや、俺は悪くないぞ。俺らは悪くない。あのピザを食ったおとんが悪い。あ、確かに、あんなのに騙される方が悪いのね。ああ、うんうんうん、食べないか。いやー、お前ら、いや、大佐ごー、祝えー、やったねー、大変だ。あ、お前、ピザ屋、どうなったか分かってるのかしら。大反響してんじゃないのか。あなたがピザを食べて運ばれたせいで、潰れちゃったのよ。え、俺のせい？いや、あんなのね、あなたが食べる方がおかしいのよ、あんなものを、そもそも。お前が悪いな。うん、え、なんでー？ほらー！お前のせいで、自分が潰れたじゃねえかー！なんでー？